こんにちは、成田左衛門です。今日はお父さんのキックボクシングの試合なので、頑張って撮って編集したいと思います。まずはインタビューしたいと思います。では僕のお父さんにインタビューします。インタビューの課題は、試合についてどういう風に勝ちたいですか？そうですね、今日は黒中先生が教えてくれた通りカウンターで勝ちたいと思います。ほうほう、カウンターというのは何です？相手が攻撃してきたところを逆にこっちが攻撃をして勝つということです。簡単に言うとやり返しみたいな感じですか？そうです。今から、お父さんのキックボクシングの先生の弘中邦芳先生にインタビューします。お父さんの行動についてどうですか？成田さんはすごい練習頑張ってて、まだね、なかなか試合の方は勝ててませんけど、少しずつですね、どんどんちょっとずつ上手くなってますので、今回は勝つんじゃないかと思っております。今日の試合はどうでしたか？今日の試合は勝ったかなと思ったんですけども、やっぱり判定の難しさを感じました。やっぱりパンチの数ですか？次勝ったらいいですね。そうですね、次は KO して勝ちたいと思います。悔しい思いがあるからまた次も頑張ります。